ぐマスブチサチオチャンネル、今回はこちらでーす。じゃん。はい、ということで日清ラオウ袋麺10袋分ですね。約 5.4キロ。食べていきましょう。いただきます。パッケージ通り作るのマジうまい説。はい、ということで、わあ、10袋だとすごいな。やっぱ麺がね、ラオウの麺超美味しいよね。よ、よだれ。いただきます。うまっ。間違いない、最高です。うまい。スーパーで買い物しててさ、ラオウと目があって、もう今日はラオウ食べようって思ったよね。豚骨醤油と普通の醤油で超悩んで、まあとりあえず一発目はね、醤油にしようかなっていう気持ちで醤油にしました。やばいなこれ。結構撮影までの間に時間を置いてしまったら、作ってからね、出来上がってから撮影までの間に時間が空いちゃったから、結構麺が伸びちゃった。切れちゃう。学んだ。これ茹で時間結構短めでいいのか。こうやって人は学んでいくんだ。麺増えてってない？10どころじゃなくなってきたぞこれ。乾麺だからかガンガンスープ吸ってくね。すごい。これ雪山の中で食べたい。めちゃめちゃ強くする。めちゃめちゃ良さそう。なんか吸うとちぎれちゃうから、お玉に移して食べるね。おお、これ一生冷めないんじゃない？一生冷めない説だよこれ。増えてね、スタートより。これ、なぜ鍋で直で食べてるかというと、
入る器がありませんでした。買います、今後。5キロ入る、いい感じの丼。釣り鉢の12号ぐらいいいのかな。てかまあさ、普通にさ、正直家でさ、こうやってインスタントラーメン作って食べるとき、ほぼ鍋から行くんだけど、なんかいいよね、そっちの方が熱くて風情があるじゃん。ね、やっぱこれどうやんだろう、教えてほしい。インスタントラーメン10人前伸びずに作る方法知ってる人、ちょっとコメントお願いします。私やわ麺結構好きだからいいんだけどさ、湯気一生で取るやないかい。また私が映らなくなるやつじゃないこれ、平気。もういっそのことつけ麺方式にするとか、水でね、予期せぬ時に出た声が私マジで低いんだよね。今ほらこうやってカメラに向けて喋ってるから高いけどさ、普段のね、低さがやばいんだよね、声。前ラジオでなんかレギュラー番組を持ってたというか、まあ、DJ をやらせてもらってた時に、本当にまあラジオだからもう元気いっぱい、とにかく一番明るく高い声を出そうって心がけてたのに、そのレギュラー番組の終盤ぐらいの時に、なんかいつも聞いてますみたいな、幸男さんの高い声を聞いてみたいですっていうね、お便りをもらって、もうそこから私はダメだと思った。高い声は出ないんだって。人間やっぱね、得意不得意がありますから。私に高い声は無理。ぬーちゃんと足して2で割りゃよくない？高さもさ、声量もさ、ほんとぬーちゃんとかたまにマジ蚊が鳴いてんのかと思う。10人前の袋麺食べててさ、まあ正直さ、塩分やばいかなってみんな思うじゃん。でもね、もうね、汗だく、サウナに入ってるレベルで今体がもうめちゃめちゃ汗かいてるんで、全部出てってます。これでプラマイゼロ、むしろ前。ラーメンもね、ちょっと近々やりたいんですよね。日本のラーメンとの違いを私が食レポいたしましょう。
やばい、何にも具に触れてなかった。まあ、あとこんなちょっと最後の方になってから。チャーシュー、これはね、なんか良さげなチャーシュー買った。美味しい。うん。そして、味玉。そして、メンマ。で、ネギを刻んで入れました。王道三種うまいね。触れることなく海苔も言いました。お、もう麺がほぼほぼないわ。よし、多分麺すくえる分でほぼほぼラストかな。卵もラスト。チャーシューラスト。あとスープ。もうね、そんなにスープももう量ないんで、このまま飲んじゃいまーす。じゃあラスト。食べたって言いたいけど残っちゃった。ちょっと待ってね。はい、食べたー。はい、完食しましたー。日清ラオウ、10袋分約 5.4キロ。いやー、美味しかったですね。ちょっと伸びてしまいましたが、まあ美味しいには変わりないので本当に美味しかったです。ねえ、なんか、本当に海外のインスタントラーメンとか紹介したいの結構いっぱいあるんで、今後もね、この10袋分、このお鍋とともに、進化していきたいなと思ってます。進化してお届けしていきたいなと思ってます。はい、ということでごちそうさまでした。チャンネル登録といいねの方よろしくお願いします。またねー。